なんでだろう、おばめね、おばめのねチーク菓子めちゃめちゃ上手に作れた。なんかそう、前髪なんでだろう、なんで今日雰囲気違うか。でもなんか前髪がうまくいかないです。なんか30分ぐらいで作れて、この間その配信で作ったチーク菓子より全然上手に作れたから今度配信でリベンジできたらいいなって思ってます。めっちゃ上手に作れたよね。自分でも上手じゃんって思っちゃったぐらい本当に。あ、待ってね、こっちでちょっと待って、コメントこっちで見れないことあるからちょっと待ってくださいね。こんばんは、こんばんは。そう、チーク菓子楽しかった、作ってて。妹と作ったんですけど楽しかったです。今日もいつも通り可愛い、ありがとうございます。ハート100個ありがとうございます。やっぱり集中して作った、そうなのかな。でも結構楽しく作れたかもしれないそうそうそう、ちょっとこっち、そうそう、ちょっと待ってね、前髪がさちょっと隙間ができて、そう上手に作れた。むしろこの間より全然上手すぎてびっくりしたあれと思って、めっちゃ上手に作れたと思って。そう、なんかあの今ねダイエットであのお水を2リットル飲むようにしてるんですよ。だからめちゃめちゃね、そう大変なんですよね、お水を2リットル飲むことが。普段あんまり、まあ、お水もそんなに飲まないし、あの水分というものあんまり取らないんですね一日。なんかあ、そういえば今日一回もお茶飲んでないみたいなことがあるんですけど、だからすごい大変ラジオ聞いてよ。あ、そう、皆さんラジオ聞いていただけましたか。昨日ラジオで8時から9時かな、そう普通に美味しそうだった、嬉しい。こんばんは、綺麗、ありがとうございます。ちょっと前髪だけが今日はちょっとうまくいかなくて巻き直したいぐらい、初めてってくらい話、嬉しい、それは嬉しい、嬉しいです、よかった。なんかみんなすごい感想もなんか違うんですよ。なんかラジオを私9時から10時だって思ってて、なんかパパからね急に連絡が来て、 LINE がなんかラジオよかったよみたいな、そうじゃんラジオ私8時から9時じゃんと思って、そんな感じだった。そう初めてってくらい、そうでもね何回も本当に撮り直して、あ、実際ラジオ撮ってるのに家でね1時間以上かかって撮ったんですね。でなんかもうちょっと妥協して、もうなんかうーんみたいな、もうこれ以上多分うまくできる気がしないと思って、それをマネージャーさんに送ったんですよ。そう本当に何回も撮れない、なんか3つぐらい候補があってどれを送るかっていう、でもなんかもうこれが一番いい気がすると思って送ったんですけど、皆さんすごい聞きやすかったとか言ってくださってね、嬉しかったですそうめっちゃ緊張して、初めてのねラジオがああいう形になってしまったのもすごい残念だけど、よかった、みんな聞いてくれました。そうっていう感じ。こんばんは、こんばんは。そんな、うん、何回も撮った、家で本当に何回も撮ってた、家でなんか撮って一回リビング行ってってなって、また自分の部屋行って撮ってっていうのをずっと繰り返して、1時間以上かかってた、全然、むしろもうどんだけかかってたかな、もう2時間ぐらいやってたのか、いや2時間はちょっとオーバーすぎるかもしれないけど、そうちょっと、そうあのね、あ、何時から撮り始めたっていうのわからないか、でも本当にそう、あ、ダメだと思ってもう一回撮り直してっていうのを、ちょっとなんか前髪がちょっとあんまり綺麗じゃない今日っていう感じだった。本当に何回も撮り直した、でもういいや
これが一番いい気がするって思ってそれを送ったんですけど、そうそう、まあ、よかった。でも皆さん聞きやすかったって言ってくれたりとかしたので、まあよかった、私はよかったです。また次も楽しみにしててください。頑張ります。でも本当にちょっと次も不安だけど不安だけどね。そうそう、だから今まで結構ラジオ聞いたことはあったから、まあこんな感じっていう何想像イメージはあったんですけど、まあそれ初めてだからイメージ通りうまくいくわけもなくっていう感じで、そうそうそうって感じだった。また聞いてください、よかったら。お家で一人、そう寂しかった、一人でなんか何やってんだろう自分って思うくらい一人でずっと喋って、ああダメだって独り言も全部喋ってた。ちょっと本当に先輩の参考っていうか先輩方のも聞いてみて、え自分こんなに一人で話せるのかなと思ったんですけど、意外と、まあ、話すのは好きだから、そうそう、でもなんか一人で喋るっていうのが家でね、そうそう、うん、まだ5月中は今のところないんですよ。お腹が空きました、本当にお腹が空いた耐えられない、お腹が空きました。美容院に行きたいんですよ本当に。なんか美容院お仕事始まったら美容院行こうと思ってたんですけど、ちょっと美容院に行きたいのがピークに達してきて、あもう本当に美容院行きたい、今一番美容院に行きたいです。私はでも本当最近もなんか別に毎日何も変わらない生活なんですけど、そうゲームをする時間が増えたくらい本当にそんな感じ。ちょっと今日あんまり化粧といいあんまうまくいってないですね私は。病院に行きたいの？どうしたんですか？なんかあったのかな？私は美容院に行きたい。なんか今日全然メイクうまくいってないですね。こっち側の方がいつもねメイクがよくいい感じなんだよね。こっちいつも全然本当に髪の毛近くで見たらねあれですよ、パッサパサ、もう毛先とかやばいです。一時期本当に枝毛がすごすぎていたんでね、本当に枝毛がすごかった時ある。検査しないといけないんですか？本当にね痛みまくってます髪の毛本当にまだ今はいい方なのかな、わかんない。でも一時期本当枝毛でブチ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 髪の毛切れるんですよ。だからね全然髪の毛も伸びないっていうのはある。なんかずっとこの辺で止まるんですよね髪の毛が、なんでだろう。でも病院行きたい、本当に病院行きたいんですよね。そうでもこうやって見るとすごい髪の毛綺麗に見えるますよね。でもなんかツヤがある髪の毛にすごい見えるけど実際そうでもないんですよっていう。トリートメントしに行きたいくらい。なんかあの顔文字、それ何の顔文字だっけ？ OK じゃなくて何だったっけ。私は美容院に行きたいです美容院に行きたい。他は別にしたいことないけど、あそうだ、昨日ブログも更新でしたよね。ブログもそうだ、ブログ皆さんブログ読ん、あ昨日ですよね多分、あれ違ったかな、昨日一昨日、あれ昨日だったと思うんですけど、皆さん見ていただけましたかブログ。確か昨日だったと思うんですけど違ったかな、確か昨日だった。まだ見てないよって方いたらよかったら見てください、お願いします。ちょっと何を書いたかな昨日。こんばんは、こんばんは、ブログ見てありがとうございます、ブログ見てくださいました、よかった嬉しいです。何書いたかな、ちょっと書いた内容を覚えてないんですけど
読んでくださったんです、ありがとうございます、嬉しい。チーク、あ、そうだ、そうです、そうです、チーク菓子のこと書いたんだ、配信でチーク菓子作りましたよって話と、あとなんか宣伝と言いますかラジオとかの話ですよね、あ、そうだそうだ、そうです、そうです、そうだった、なんか昨日ブログ書いてたりとか、あのそう妹と、まあ、家族でね公園に行ったんですよ、そう、ま、なんかみんながね言ってくれたじゃないですか、ブランコで写真撮ってよって言ってくれたけど、まさかのそのウイルス、コロナウイルスがあの原因で、あの遊具で遊べなくてブランコで写真が撮れませんでした撮ったらね載せようと思ったんですよ、すぐやのに、まさかのブランコで写真撮れずっていう感じだった。これうーん、思ってたよりでも人はいたかもしれない、うん、なんかもうちょっと少ないのかなと思ったんですけど、やっぱりもうみんなお外に出てましたね、子供たちいっぱいいたねえ、ブランコね写真撮る気満々だったのに、まさかのブランコで遊べないっていう感じだった。こんばんは、こんばんは、そうブランコで写真撮れなかった、ごめんなさいだからママが撮ってくれた写真とって感じ、なんかレジャーシート引いてね、あのマイメロのめちゃめちゃ大きいんですよ、あのレジャーシート本当にめっちゃ大きいので、ウーバーイーツ頼みました、ウーバーイーツを、まあお弁当を持ってってる方もいたけど、ウーバーイーツを頼んだよ、現在地からウーバーイーツ頼みました、そうっていう感じ、贅沢な一日ですね昨日は。そう小さい子供どかして写真撮ってしそうサラダをウーバーイーツで頼んだんですよ、初めて頼んだんだけど、そうシーザーサラダなんですけど、めっちゃ大きいボウルに入っててね、食べた、美味しかった、クルトン美味しかった、こんばんはこんばんは、そうサラダ、え、そこに来てサラダって感じですよね、もうなんかそうだけど妹楽しそうだったからよかった。もう妹もねやっぱずっと幼稚園で遊んでるから、家にいて体動かさなかったりとかしてね、あれだと思うからすごい楽しそうだった。私はもう日焼けするって思ってたけど、まあいいんですよ、妹が楽しそうだったのでよかったです。で今日はチーク菓子を一緒に作った、でもほぼ妹に食べられてしまったっていう全然ね、あの最初の方手伝ってくれなかったっていうか、なんか指示ばっかしてくるんですよ、次はこうだよこうだよって言って、だから手伝ってよって言って、そしたらなんか最後の飾り付けというか盛り付けっていうのデコレーション的なことはやってくれたけど、ほぼ食べられたそうでね、でもまあちょっと曇りっちゃ曇りだったけど、なんかムシムシとした曇りと言いますか、なんかもうちょっとで晴れそうじゃんっていう曇りだった。あでもね、そのウーバーイーツを待ってる時に、その食べたところとは別のところでそのウーバーイーツの方を待ってたんですけど、まあその他の方もいらっしゃるじゃないですか、食べるの、そうそう食べるの手伝ってくれた、作ったのはね本当に盛り付けと、あとなんか型のところにその混ぜたのを入れる作業しかしてくれなかった、あとは全部自分で作りましたそうでなんかその待ってる時にね、まあ鳥がいるわけじゃないですか、まあ、鳩にしろスズメもいたかな、わかんない、もうカラスがいたんですよね、私カラス嫌いなの皆さんご存知ですよね、私があ言ってましたよね、言ったことあるかな、私本当にカラス嫌いなんですよ、まあ、カラスが好きな人
まあ、なかなかいないと思うんですけど、カラスがものすごく嫌いなんですよね。なのにカラスが嫌いなのにカラスがいると見ちゃうんですよ。見なきゃいいんですけど、なんか気になっちゃうんですよね。なんかもう存在がもうあれで、でその何そのウーバーイーツさんを待ってる時にね、その反対側の方にいた一人の男性がなんかベンチに座ってたんですけど、ベンチに座ってたんですけど、なんかその方がなんか食べてたんですよ多分ね。わかんない、ちゃんと見えなかったんですけど、多分なんか多分あげてるから周りにいるんですよカラスが。もうなんか1話2話のレベルじゃなくて、もう8、9、10ぐらいいるんじゃないかっていうぐらい、その男性の周りにカラスがたくさんいるんですよ。でカラスがずっとその男性のこと見て、多分待ってるんですよね、もらうのご飯かなんかを。多分ね、それかもうカラスを引きつける力がある人なのかもう分かんないけど、もうそれくらいいるんですよ。もう本当に嫌だと思って、変わってるその人って思いながらずっと見てたけど、本当に怖かったカラス。だからもうなんかそうカラス大嫌いなんですよね。ごめんなさい、カラスにしてるんですよね。まあ鳥自体があんまりまあ好きではないんですよね私、正直に言って。まあ鳥はそんな好きではないんですけど、あくるくこまこまは本当に嫌だった。もう本当に嫌だった。伝わりますかこれ、どんだけ嫌だったかって。カラス好きな人いますか？いませんよね。本当に鳥があんまり好きじゃないんですけど、そもそもね好きじゃないんですけど、カラスを間近で見れなくて、もう本当に見れない。はい、なんか違うんですよ。なんで別に今までカラスをね別に意識したことはなかったんですけど、夢の中にカラスが出てからすごいカラスを意識しちゃうようになったんですよ。でそれで以前も話したじゃないですか、学校の門のとこにカラスがいたから学校に入れなくてっていうね。いないですよね、ゴルフで。そうカラスのエピソードもめちゃめちゃある。カラス嫌いなのにカラスが寄ってくるわけじゃないけど、なんかそんな感じ。鶏無理、鳩無理、カラスも嫌、スズメはまだまあちっちゃいですし、でもカラスで近くで見るとすごい嫌いな色ですよ。ああですね、画像を調べましたもん私その夢見た時に。なんか夢見た時にカラスって確かに怖いけど、なんか独特な感じがなんか気になっちゃって調べちゃったんですよね。で画像を見て、まあ、可愛い、ブサイクな鳥ではないと思うんですけど、まあ怖いじゃないですか。その他の鳥よりもやっぱ頭がいいので、カラスって顔を覚えられちゃったりしても嫌だし、なんかつつかれたくないし蹴られたくないし、まあだからできるだけ何嫌ですね。だから本当に学校の門のとこにいた時に学校に入れなくて、門にずっとカラスがいるから、で守衛さんがいるんですけど、まあ一人二人全然平気な顔してるんですね。で私もどうしようと思って、でもなんか学校の前でね、その制服を着てなんかうろちょろしてるのも変な人だし、もしそこで先生に会った時に何してるんですかって言われたら、いやカラスが怖くてっていうのも恥ずかしいし、もうどうしようと思って 2,3 分ぐらいずっと門の前にいたんですけど、いや学校に入るしかないから、もう本当にもうなんかもうこんな感じで学校入った。それが1回とかじゃないんですよ、もう 2,3 回の話。こんばんは、こんばんは。カラスがね賢い、バーベキューの肉取られたことある。なんか違うんですよ、妹がなんか幼稚園の遠足でね、ママと遠足に行った時に、その1回荷物を置いてから、そのなんか行事といいますか、その遠足でのなんかスタンプラリーかなんかがあったみたい で荷物を置いてたんですけど、その荷物を狙ってカラスが、だからお弁当ですよね、お弁当とかを狙ってカラスがずっと上でもう何飛んでるんですって、待機してるんですって。もう嫌なやつだって思いません？
あね、ゴミ出しね。そう、なんか違うんですよ、学校のまた近くにそのまあ住宅街があるので、そのゴミが置いてあるわけじゃないですか。そのゴミをね漁ってるんですよ。だからその学校の、さっきの話は学校の門の前なんですけど、あの学校に行くまでの道でね、あのそのゴミが置いてあるところがあるんですけど、カラスがいるんですよ。だからもうその道もできるだけ避けたいし、嫌ですね。何なんですかカラスって。だからカラスについて調べた時に、なんかそのカラスでこんな怖いエピソードありましたって載ってるやつもあれば、なんかカラスを飼ってる方がいる嘘でしょみたいな、びっくりなんだけど。しかも学校向かってる時に、なんか知らない方のお家のねところにカラスがいたんですよ。もうゾッとしちゃって。それでカラスのせいでね、あの遠回りをしなくちゃいけないとかあるんですよね。とかもう全然通れないとか、なんか、え、そうなんだ、カラスは集団で一匹のカラスを何々てた、なんだ星になってるカラス、え、そうなの。え、じゃあこれはカラスじゃないと思ってる鳥でも、もしかしたらカラスの可能性があるってこと。へー、やだ、本当にカラスやだ、もう本当にやだ。何なんですか、夢で見てからね。なんで夢に見ちゃったんだろう、なんでかわからないんですけど夢に出てきて。いい夢じゃないんですよね全然。そう、でも全然現実でありえないような夢なんですけど、それが原因で嫌いになっちゃって、今まで全然意識したことないし、なんか別にカラスは怖いぐらいの認識だったんですけど、もう怖いから嫌いになりました。今まで別に好きでもなかったんですけど。そう、ほんとカラスは家族、あ、そうそう、だからあれなんですよね、なんか団体といいますか集合でいるんですよねずっと。だからなんか1匹がとか2、あ、1匹じゃないね、1羽2羽が飛んでくるじゃないですか、そしたらまたバーって集団で来るんですよ。もうそんな集まらなくていいよって思いません？あ、もうその2つダメですね、Gとカラスは。うん、 Gはそんな見たことあるわけじゃないけど、まあまあ普通に好きではないですよね。なんかね、わかる、カー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 泣くんじゃないよって思いません？もう静かに静かにって。目なんか違うんですよ、なんか先輩、その自分の同級生のお姉ちゃんが自分、まあ、先輩なんですけど、あのその方がね、あのカラスってもなんかもう鳥って基本的に空を飛んでるじゃないですか。でもたまたまその低い位置をカラスが飛んだ時にお腹に突撃をしてきたみたいで、その、いや、わかんない、その話本当なのって思っちゃったんですけども、それは怖い。カラス飼ってる人いるのかな、なんか書いちゃったんですよ、なんかカラスを助けてみたいな、なぜ助けたのって感じカラスの天敵、え、そうなんだ、天敵はタカ、タカ、あ、そうなんだね。もうなんかもうやばそうっていう、ずっとカラスも本当に嫌なんですよね。なのになんかそう見ちゃう、本当に嫌だ。てか本当に目あったらつつかれちゃうんですか。なんか黒い服着てるとあんま良くないとかさ聞くじゃないですか。でもそれって本当なのかな、分かんない、それが本当なのかは分からないけど。どうなんだろうね、めっちゃ気になる、そういうの、なんかそういうの気になっちゃうんですよね、無駄に。なんでだろう、変わってるね私ってって思います。こんばんは、こんばんは、ちょっと待ってね、カラスの、ね、あ、そうなんだ、皆さんよくご存知で、
頭の、嘘、ありえない、無理無理、もう私そんなもん一回もう全部髪の毛なくす、そんなもん頭の上に乗っかってきたらもうなんかもう何回頭を髪の毛を洗うとかじゃなくてもう髪の毛自体をなくす一回坊主にするレベルで本当に嫌だ、汚いって言ったら失礼だけどなんか嫌じゃないもんってなっちゃう、考えただけでもう無理。そうなの、何それ、うん、性別嫌ですねそれも本当に嫌だ。だからその昨日も公園にいた時に本当にカラスがよくいるんですよ。しかもなんかカラス何黄色が、あそうなんだ、ちょっと皆さん情報ありがとうございます。もう黄色いものは来ません、あんま黄色いものは身につけないけど気をつけます、ちょっとリップ塗ろう、気をつけます、皆さんも気をつけてください。やっぱ怖いじゃないですかカラスって怖いじゃないですか、そう本当に皆さん気をつけましょう。なんで女性を狙うんですかね、何なんだろう。でもなんかこの時期はみたいな、その何素をなんかみたいな、だから守るためにみたいな、余計になんか危ないみたいで調べたんですよ、怖すぎて調べちゃったんですけど、チャリで嘘大丈夫なんですか、あそうそうそう、光るものにね反応するってね、そうだから鏡とか出さないようにしましょう。別に あなたたちのこと見てるつもりないんですけどって感じですよね、自意識過剰じゃんカラスあでもあれなの言いましたっけ、私あの学校向かってる時にね、そう歩いてたんですよ、そしたら電柱のとこにいたんですよねカラスが、でわカラスいると思ってどうしようと思って、だから反対側の道路に行こうかなと思ったんですけど、まあちょっとここは我慢して行くしかないと思ってそこ歩いてたんですね。でもなんか私のなんか勘が当たって、絶対このカラスはまあ人が通ってちょっとこのそのタイミングで皆さん察してくれます、絶対するだろうなと思ったんですよ、落としてくるだろうなと思ったんですよね。だから私ちょっとこの何カラスいますで私歩いてます、本来ならまっすぐ歩けばカラスの真下を通ることになるんですけど、そのギリギリでずれたんですよ、そしたらポタって言ったんですよ、私の勘が当たったんですよ。ちょっと言いたいこと伝わりますか、伝わる、伝わってる、そう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 、だから私は絶対落としてくるだろうなと思ったから、そのギリギリの ところでちょっとずれて歩いたんですよ、そしたら落としてきたんですよ。だからうわもうこの人と思ってこの人、いや本当にちょっと口悪くなっちゃうからやめるでも本当にだ、そしたら多分そのカラス悔しかったのか、またその奥の電柱に飛んだんですよ。だからもう反対側に移動した。私ちょっとさすがに朝からイライラしたけどカラスのせいで友達ランドセルに落ちてたことある、小学生の時にやばーと思って、うん皆さん本当にね下は通らないにしましょう。頭に落ちた時って、その頭に落ちた時取れるんですか、何もう何シャンプーしちゃえば落ちるのかな、わかんない、その子ランドセルに落ちてた、そういう目が当たったの、なんかちょっと嫌な予感がしたんですよね、なんか怪しいと思って、そう狙われてたの、もう本当にはって感じ本当に何狙ってんのって感じだった。その時はちょっと怒りになりそうだった、こっちは朝から急いでんだよって思いながらあなたみたいにそののんきじゃないんだよって思いながらね、そうそんなことがあったの。私も通学途中にそう結構あるよね、いるいる、友達が登校中に落とされてテンション落ちて、それ水で落ちるの、どうやって落とすの、
なんかもうカラスが食べたもんって絶対汚いじゃん。生ゴミじゃないですか基本的に。わかんない、何を食べてるかわかんないけど、なんかゴミ箱漁ってるイメージしかないんですけど。え、もみどうしよう、もしもう頭に落とされちゃったら私はもう一回坊主にしますね。髪の毛でさよならしますそれくらい私嫌だな。それはよく、そう回避した、自分でもすごいなと思った。あ、そうなんだ。そのせいで朝のスクールバス乗れなかった、シミになってた。でもなんて声かけたらいいかわかんないですね。朝そんな、どうしたのって言って、なんか鳥にみたいななんて声をかけて、そっか、なんか残念だねって声かけるのも違うし、え、そうなんだも違うし、なんか次は気をつけようも違うし、なんか洗おうか、なんて言ったらいいのかな、もうそういう時はなんか無でいるべき。そんな、もうやだ、もう私本当にカラスさんはごめんなさいなんですよね。え、なんか書いてあったんですよね、だからその何、ね、犬もそうじゃないですか。例えばその散歩してる犬を見た時に、犬が苦手な方だって、犬が怖いと思ってる方ってこう無意識にこう怖がっちゃってるわけじゃないですか。こういう何もはっみたいな、そういうのを見ると犬ってあれらしいですよ、なんか逆に吠えてくるんですって。だからカラスとかもその何も苦手意識を前面に出すんじゃなくて、え、別にあなたいても平気ですよっていう態度をすればいいみたいな。本当にって思いません？いや、運がいいね、運絶好されちゃう。カラスではない、鳥に落とされた。カラスは狙ってる顔絶対。笑ってあげよう、笑ってあげたらいいかな。こんばんは、今来ました、ありがとうございます。こんばんは。そう本当に私が、でも本当にあのね、この世の中で一番嫌いなものがカラスって言ってもいいぐらい本当に嫌い。多分そうだね、カラス見るよ、うん、うん、そうだね。今日も可愛いね、ありがとうございます。ちゃんとメイクをすればよかったです。なんかほんとちょっと雑になっちゃった今日のメイク。髪の毛も全然あれなんですけど、ごめんなさいね。あ、車ね、あるある。だから洗車に行かなきゃいけないですよね。ある、なんか強気に行かなきゃね、強気で。だからもう、え、全然あなたなんてもう怖くないしぐらいの気持ちで行かなきゃ。ヘビ、え、全然、でもヘビも最近見た記憶ないけど、あのテレビとかで、ね、あのヘビを首に巻いてる方とかいるじゃないですか。あ、その番組とかで、あの日テレの日曜にやってる番組なんですけど、あのイッテQ見ますか皆さん。イッテQ、私イッテQ大好きなんですね、本当に大好きで、あの毎週見てるんですけど、まあ、毎週本当見るくらい、この間見たんですけどね、あのそのヘビを、まあ、こう首に巻いてらっしゃったりとかするじゃないですか。全然ヘビは、まあヘビを触ることはあれかもしれないけど、ヘビをは全然いい。むしろもうカラスの方が、ほんとカラスを超えるものはないですね。 G とかだと、 G も別にぶっちゃけ触るのは無理ですよ。でも別に見る、まあ、別に観察はしないけど、 G を別にパッて見た時に G を見てわーって思うぐらいで、カラスほどはもう最悪とは思わない。だってG を見た時ってもうシューってして退場してしまえば、まあ、残念ですけどっていう感じじゃないですか。でもカラスってシューってしたところでもう覚えられて自分が襲われるじゃないですか。どうしようもできないじゃないですか。だからあの、はい、カラスの方がダメですね。この間見てた、え、そうなんですよ、リコーダーめちゃめちゃ面白くなかったですか。本当に面白かった、本当に面白かった。家族で見てました。そうそう、井本さんね苦手ですよね。私が一番好きな企画はイッテQで、あの出川さんのあのパパラッチと初めてのお使いでしたっけが、まあ、特に好きなんですけど、温泉同好会も好きだし、結構何でも好き、あのイッテQに関しては本当にめちゃめちゃ、なんか今まで見てなかったんですけど、友達が見てて、小学生の時のなんかいい子で、
見てて私も見るようになって、えこんなに面白い番組ってあるのって思ったんですよ。だからそれから結構見れたりとかします。この間のリコーダーめちゃめちゃ面白かった。最高に面白かった。こんばんは、待ってました、遅れてしまった、ありがとうございます。田舎の家裏返るのか。蛇はねまだいい、嫌だけどまだいい。カラスは本当にごめんなさいってぐらい無理。出川ね、出川さんね、なんかあれを見てしまうと本当に英語って勉強する意味あるのかなって思えてくるぐらい通じてるじゃないですか。実際出川さんのあの英語って相手に伝わってるじゃないですか。初めて使う、本当に面白い、もう本当に面白すぎて、しかも編集も面白いじゃないですか。あのイッテ Q って YouTube 面白い。え、モノマネ面白かったですよね。ママがめちゃめちゃ笑ってましたもん。そう、一番嫌いな動物がカラス。うん、動物の中でも嫌いだし、全何もうなんかもうこの世に存在してるものの中で一番嫌いです、カラスは。今日も可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。これは眩しいかな、これ結構光強めだね、ちょっと弱めます、弱めます。タンプレで Bluetooth を、お、 Bluetooth？ Bluetooth 何、スピーカー、イヤホン、なんだろう。私がなんかね、みんなでも結構見てるんだ、イッテ Q。 皆さん何の番組見てますか。私結構これを、番組を見る、この何バラエティを見るっていうものは別に特にないんですけど、なんかつけて面白そうだったら見るくらいの感じなんですね。だけどイッテ Q だけは結構ちゃんと見てる。あ、ママがその出川ガールズって3人いるじゃないですか。ママがその誰ですか、川北真由子さん、キャンメイクの CM 出されてる、出てらっしゃるお嬢って言われている方、合ってるかな。ねえ、やばかったですよね。あ、イヤホン、お、私もイヤホン、あれ今手元にありますよ、使ってる。でも YouTube 面白い。だから他の番組なんだろう、本当に見ない。うん、そうですね、あんまり見ないかも。なんかクイズ番組とか多くないですか最近。あれ見ます。なんか毎回っていうほど見るわけではないんですけど、あ、世界仰天ニュースは結構昔から見てる。昨日もつけた。なんか曜日が変わってるじゃないですか、火曜日に。水曜日でしたよね確か、もともと違ったかな。結構4時間スペシャルとかやってらっしゃったりとかして見てます。そういう形式なんか、うん、何それ、美食探偵、食べ物系ですか、なんだろう。川北真由子さん、そう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 、ママすごい好きで、あとはあれですね、デヴィ夫人が出てるじゃないですかたまに、だからそれも見たりする。うん、結構見てる。お嬢かわいいね、お嬢、お嬢って呼んでいいんですか。昨日の予定ね、ちょっとねあれでしたよね、ちょっとうんって感じですよね。だからちょっと途中で変えちゃったんですけど。スタイルいいですしね、なんかサバサバした感じ好き、面白くて見てます。あー、私あれやってみたい、サッカーのやつ、ちょっと名前わかんないけど、サッカーのやつ、サッカー、なんか缶蹴るやつが好きだよ。なんか木曜の7時だから結構なんかあれだったんだよね、学校終わってなんかご飯食べてちょうどいい時間帯だからなんかついてた、だから見てたよ。グランマがねあれやりたいって言ってたんだけど、ちょっとあれもやりたい、なんかコインをタワーなんだっけ、ちょっと、うん、アーメリバも見てたね。ミクロンの
そうグラマ出てる、そうグラマ出てるから見てるよね。こんばんは、20日目、ありがとうございます。わかるわかる、そう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 、ベース、そうそう、ベース嵐の、ちょっと名前わかんないけど、ちょっと競技的にサッカーはできないけど、私なんか、あとなんだろう、コインタワー、そう、なんかコイン立ててる、タワーするやつ。あ、そう、でもそう、5月31日にね、 99.9 の特別編がやるんですって。もう嬉しい、もう私の大好きな 99.9 です。あの、そう、コインの緊張ね、絶対すぐ倒しちゃう、もう不器用だから全然まっすぐ立てないと思う。私あの以前言ったじゃないですか、あの大好き、あの俳優の方のお名前が思い出せないんですけど、なんちゃらジンさんでしたっけ、が出てらっしゃるじゃないですか。もう面白すぎて大好き。そう、ちゃんとワンツー両方見てるんですよ全部。そう、あ、そうそう、片桐仁さん、そのあの 99.9 をで、その片桐仁さんを知ってですね、あのめちゃめちゃ面白い役じゃないですか。もうそのそれでハマったんですよ、もうこれ私見ると。で私もう見るんだったらちゃんと、何、例えば1から10話だって1から10話まで見たいんですけど、でシーズン1終わってシーズン2もあったじゃないですか、もちろんシーズン2も見たんですけど、あのまさかの片桐仁さんがあの NHK で朝やってるあのシャキーンっていう番組のあの声をやられているのを後から知って、みたいな衝撃を受けました。仁さん、片桐仁さんだったんだと思って、99.9 ね、めちゃめちゃ面白い、大好き。なんか本当にあのなんかお正月かなんかになんか再放送かなんかやってた時とか、シーズン2の前に一回シーズン1のなんか再放送でやられた時も見てました。本当に大好きなんですよね、それくらい好き。だから本当に楽しみ、5月31日です。うん、なんかそう、たまたま調べたらその片桐仁さんについてね、さらまさかのそのシャキーンっていう番組の声をやられているっていうことが書いてあって、え、私小学校の時その朝ね見てたから、え、小学校の時からこの方に出会っていたんだなと思いました。そう、本当に好きなんですよね、面白い。なんか結構何、弁護士ものと言いますか、ああいうのって結構何、真面目っていうか何、笑いがなさそうな感じですけども、 99.9 はもうほぼ笑いです。あれはぜひ皆さん見てみてください、本当に大好き。ぜひ皆さん、本当にもう周りもみんな見てたくらい本当に面白くて、周りに勧めてたし、見てみてって。そう、運命、運命でした、片桐仁さん。リーガルハイはママが見てた気がする。ボーリング系ならボンバーストライク、あ、ボーリングね、そう、運命な、片桐仁さん運命かもしれないって。リーガルハイはママが見てた気がする、ドラマね、ドラマ今本当に楽しみ、5月31日も今月一の楽しみです。私本当にシーズン3もやってほしいぐらい。でもあの女優さんが変わってるじゃないですか、シーズン1シーズン2で、そう、ピエン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 を通り越してパオンでしたっけ。NHK の番組で仕事の出演って何かすがす、え、なんだろう、わかんない。ピエン、あ、すごい、アイコンもピエンだ、私その絵文字好きです、ピエン。初見さんありがとうございます。しかも名前もピエン、あ、待って、名前言いそうになっちゃったけど、ピエンが入ってますね、ありがとうございます。はじめまして、シマウマ、シマウマさん、あ、待って、名前言っちゃった、名前言っちゃったじゃん、
いやめっちゃ切れ口調で言われたピエン切れてないですよ。待って普通に名前言っちゃった、やばいやばいやばい、普通に名前言っちゃった、ごめんなさい。ピエン、わわやばい名前言っちゃった、名前言ったらダメ、そう今名前言ったらダメなんですよ。そう上の方にね言われていて、ちょっとお名前はね今呼んではいけないっていうね感じなんですよね。そうごめんなさいごめんなさい、呼んじゃったのもごめんなさいだし、なんか私も呼んでほしいと思ってくださってる方もうごめんなさい、皆さんにごめんなさい。 AKB の曲で号泣してもうたピエン、何の曲で号泣しましたかピエンピエン、私もピエン今まで使ってなくて急に使うようになったんですよピエンって。そう嬉しいので、そうラッキーラッキー、ちょっとラッキーピーポーですねよくあるんですよ、初見さんの方のお名前を言ってしまったりとか、そうお久しぶりに来てくださった方とかもお名前も言いそうになっちゃったりとか、だいぶ慣れたんですけどね今、ごめんなさい、ありがとう、かっこいい、僕たちと戦わない、わかります、僕たちと戦わない、めちゃめちゃ良くないですか、ピエンですね。全然ミクラアウト、アウトでした。え、わかります、島崎遥さん本当に可愛い、大好き大好き、コメントしました、これからありがとうございます、嬉しすぎてピエンですねピエン、そうだ最近ずっとピエンで使わなかったんだけど、一時期使ってましたねピエン、違うんですよね、ちょっとなんかいろいろお名前のファンの方というかこのショールームを見てくださってる方のお名前でちょっとねいろいろありまして、ちょっと今はお名前を呼ぶことはなしということで、そうだからランキングも言うことができなくて、そうすごい皆さんにとったらすごい悲しいことだと思うんですけどごめんなさい、なので皆さんのちゃんとお名前は呼んでないけど見てるしコメントもお返ししてるので、よかったらコメントしてください。私もうっかり呼ばれたこと、そう言っちゃう言っちゃう、だからまた言っちゃったらもうアウトってことで、総選挙の、そうそう総選挙の投票権が入ったシングルで、私ねほんとちょっと正直な話いいですか、私この時そのパルルさんがねその総選挙の投票権が入ったシングルでセンターをなったじゃないですか、私本当に嬉しくてやったって言ってママに言ったんですよ、その時マルルと愛称で呼ばせていただいてたので、もうセンター今回嬉しいって言ってなって、その選抜総選挙の時にその何順位が下がってしまったんですよ、その神セブン入って7位だったんですね、だから私本当にもう4位か5位ぐらいいけると思ったんですよその時、本当に絶対にいけると思って、その時本当にパルルさんセンターもやられて結構何もうこうファンとしての目線的にはすごいもういい感じだったんですね、もうこれはいけると思って、なのに順位が下がってしまってもう本当に泣きました、悲しかったし悔しかった、なんか私が悔しかった、なんでなんでみたいな、もう本当に島崎遥香さんが前のリップの再現数めっちゃいいじゃないですか、嬉しすぎてピエンってやつですね、心の中で読んでる、そうもちろん心の中で読んでる、シマウマさん総選挙でマジで本当にマジでって言っちゃった、本当に悔しかった、なんでみたいな、なんでみたいな感じだった、もちろん見てます、最初の方はちゃんと更新されたら見てたんですけど、今は結構まとめて見ちゃうことが多いです、財布板野友美さんとの多分 YouTube を見て、それから見てないんですね今、まとめてみますパルルさんの動画は、
結構48グループさんの方が、あと志田真中さんとかも YouTube やられたりとかしてるから、そうそうそうね、泣いた、本当に泣いた、悔しすぎて。なんかしかもその時のそのバルルさんのコメントが、そのいつもよりもちゃんと、なんていつもよりちゃんとっていうか、やっぱいつもはなんていうんですかね、やっぱバルルさんらしい感じだったんですけど、そうなんかバルルさんがない、なんか本当に悲しかった。了解です、見ときますね。津田さん、オッケーです、見ときます、了解です了解です。私あれですね、結構でも須田さんが泣いてらっしゃいましたよね、須田さん。なんか本当に選抜総選挙、私本当毎年ちゃんとリアタイで見てるんですけど、なぜかその推しじゃない方と言ったら失礼になってしまうかもしれないんですけど、なんかそういう方たちのコメントとか見てると、なんかこっちまで悲しくなってきちゃうというか、そうなんか、そう徳光さん、そうそう徳光さんのね絡みも、でもあれを見てもなんかすごいパルルさんらしくてすごく好きだったんですよね、私本当に嬉しかった。そうパルルさんね、あの紅白歌合戦の時もなんかあったじゃないですか、なんか山本彩花さんが1位だった、 なんて言うんだっけあのって、なんか総選挙ってわけじゃないけどランキングみたいなあったじゃないですか。パルルさん4位でしたっけ。うーん、ちょっ となんか卒業前確か多分紅白だった気がするんですね、違ったかな、多分白い帽子かぶってらっしゃってる時なんですけど、そのやっぱ3位以内には入って思って見てました、悔しかったAKB はゆきりんが、ゆきりんさん、ゆきりんさんの YouTube 見てます。そうそうそう、握手会の時の動画だったりとか、劇場公演でのなんていうんですかね、 ルーティンじゃないけど、ないその1日的な動画とかも出されてらっしゃって、ね、見てますね、結構見てますね。え、2位だったっけ、あれ2位だった、あれ2位だった、めっちゃ失礼、4位とか言っちゃって、だから悔しかったのかな、え待ってちょっと調べる、めっちゃ失礼なこと言っちゃった、なんか指原さんが、あ違った、4位じゃなかったっけ、ちょっと待ってね、紅白選抜みたいな感じだったよね、あ2位だったかな、あ3位だった、3位だった、4位が渡辺麻友さんでしたわ、私あれでしたよ、あの何すごい、あの48グループも46グループもあの番組見たり歌番組見たりとかはするんですけど、在宅オタクでした、めちゃめちゃ、うん、まあこんなこと言ってるけどオタク感全くないわいし、えめちゃめちゃなんかノリ好きです好きですって突然のなんかわいしとか、なんか年齢近いですかめっちゃ、3位だったね、私も4位だったとか言っちゃって本当に申し訳ないけど、やっぱりなんかまあ1位が良かったですよね、それは。そうそう、え名古屋ドーム本当に行きたかったんですよ、そうそうめっちゃ行きたかったんですよね、そうラッパーっぽい格好だからオタクに見られないし、えもうねあれですよ、え 28? 本当ですか、全然年齢近いですかとか言っちゃったけど、えめちゃくちゃなんかピエンとかなんかすごいそういう感じ好きですYC とか、えでもいいんですよ、そんなオタクにしろね好きな格好をすればいいんですよ
そうそうそう、1位取ってほしかった。でもすごい楽しそうでしたよね、あの時のバルルさん、なんか、うん、可愛かった。ボクシーの中ではありがとうございます。生はそうそう、バルルさんね、なんかめっちゃピエンとかネックレスに150円、すごい。でも28歳でちょっと全然見えない。嬉しい嬉しい、なんかこんななんかピエンとか最近あまりピエンで使わないようにしてたんですよ、配信でね。で友達と電話した時はなんか急にピエンって言い出すんですけど、あそう、最近配信の時にあ待って、リップが違うリップ使ってんの。最近ずっとこのティント使ってたじゃないですか。でティントがなくなっちゃうからね、このマックのリップを使ってます。今欲しいネックレスが12万なので寄付金。ね、寄付金ね、皆さんなんか使いましたか。私は何に使うとか目的はないんですけど今のところ。あそう、スイッチが欲しいじゃないですか。今でも欲しいんですよスイッチは。だけどあれだから携帯ゲームばっかしてるんですけど、まあいつも通りね、まあ、荒野も今日久しぶりにして、3日ぶりぐらいに荒野して6位でした、残念残念。それであとはグループ推しの好きな子のカードを引いたんですけど出ませんでした。しかもね、なんかレベルが高いカードは出ないのに一番レベルの低いカードは出るんですよ。もう何、重複的な感じ。ルイ・ヴィトンのブレスレット買ったので、可愛いですよね。そう、何の話してたんだっけ。あ、ゲームの話で、推しは出ませんでした残念ながら。本当に怒りましたリビングで、なんでってなんで出てくれないのって。そう、なんかそう、一番最初に裏返しになっててピンクだったんですね。お、これはいいカードだと思って引いたら推しは出ませんでした。なんかヴィトンのマフラーピンクの欲しいんですよね。ピンクがいい、ピンクが良かったけど、ピンクは被るから、そうそうそう、グレーなんですけどピンクが良かったピンクが良かった。今になってピンクがいいなって思い始めてます。あなた面白いね、ルームフォローするね、ありがとうございます。あなたも面白いです名前言えないからさあれなんですけど、面白いですありがとうございます。食に消えます。私はお水を飲みすぎて本当にお手洗いに行きたくなっちゃうんですよ本当に本当に。お水、こんなにお水飲んだことないってぐらい人生今飲んでますね本当に。もう飲みたくないけどめっちゃ飲んでる。で後でクラップダンスします、30分。今日はまあ食事制限をして、何、ファスティングをしようと思ったんですけど、ちょっとファスティングが向いてないのかもしれないと思い始めてきて。ルイ・ヴィトンがお好きなんですか。ちょっと待って、黄色とかオレンジとかヴィトンらしくて、あーオレンジで、マフラーはピンクが欲しい本当に。去年ずっと見てた。なんかママに言ったんですよ、なんでピンクじゃないのって。ちょっと待って、ずっとねどこのマフラー使ってたのか、ジルかな、どっかのマフラー使ってたんですけど、そうグレーのに変えたけど、なんかグレーだとなんかちょっと大人っぽいけど、まあ制服に合うからいいんですけど、でもピンクが良かった。はい、いいですね、そういうお話しましょう、そういう話しましょうって言ってもあれだけど、全然ちょっと今日前髪なんかこの辺薄くないですか。なんかちょっと伸びてきましたよね前髪。あ、そんなこともないかな。あ、そうで、ゲームで推しが出なくて
推しが出ませんでした皆さん、悲しいです。やっぱ12人もメンバーがいると推しは出ませんね。毎回レベル C のカードが出るんですよ。なんでですか？こんなに私は一番レベルの高いピンクのキラキラの推しのカードが出てほしいのに出ないんです。しかも毎回同じ、え、またこの子っていう子が出るんですよね。だから毎回そのカードをですね売ってっていう感じの作業をずっと繰り返してます。そう、それはピエンね。だからもう一個のまた別のグループの方のあのお告げをしてるんですけど、そのグループはその10人より少ないのでもう推しがたくさん出ますよね。幸せです。今日また出たって感じでした。だから一番強いカードをさらに強くさせて一番レベル高くしました。今日2枚ぐらい嬉しかったですっていう。で、あの今日たまたまそのテレビで言う、あのなんか暇だったので YouTube 見てその推しのグループのあの動画を見てたんですよ。そしたらね、あなたのおすすめにあの宮脇さくらさんがゲーム実況されてる動画が出てきて久しぶりに見たんですけど、何？マリオカート？携帯でできるあのマリオカートがをやられてて、ちょっと久しぶりにやろうかなと思ってもう一回インストールしました。でさっき1試合やったんですけどあんまいい記録出なくてちょっと飽きかけてます。そしてツムをつなげるゲームも久しぶりにやりました。でもあんまいい記録出なかったのでやめましただから今一番食べたい、何が食べたい？今一番食べたいものですか？え、難しい。キンパ。あ、でもママが言ってたんですよ、あの私がまあちょっとダイエット終わってこういうちょっといい感じの体重になってきたらキンパ作ろっかって言ってくれたんですよ。え、そうだけど、え、そう、マリオカートできます、できます、できるよ。スイッチは任天堂とゲオの抽選待ちなんですけど、まあ当たらないと思ってます。マリオカートね、できるの。私マリオカート本当にアイドルもいいけどやっぱラップやな。嘘、ラップですか？ラップ好きなんですか？でもアイドルにもハマってください。何が好きなんですか？ラップでもなんかこのラップされてるグループの方好きとかあるんですか？でもぜひアイドルも、アイドルも携帯あるね。私ずっとやってた、本当にずっとやってた。もう本当にヘリコプターなんて言われる。 3DS でもやってた。 3DS でも何が全然できない。あ、そう、生誕祭の T シャツを今日やろうと思ったんですけど、まさかのゲームをしてしまったので夜やりたいと思います。で明日のまあ夕方ぐらいに遅れたらなって思ってる。バッドホープとか、なんだろう、調べてみますね。じゃあ私もお勉強します。ファンの皆さんが好きなことをお勉強します。ラッパー、なんかラップだけのグループってあるんですか？あ、わかんない。なんかそのグループの中にラップをされている方とかラップが上手な方とかはわかるんですけど、ちょっと勉強しますね。じゃあ、え、わかんないわかんないわかんない。指定さんは友達の友達？え、すごいすごい人脈、わかんないけど検索しますね。じゃあ見てみます、どんなグループが。あのちょっと名前言えないからあれだけど、ピエンってよく使われてるので、あのピエンって言わせていただきます。あの見てみますね。じゃあでもぜひアイドルもお願いしますめちゃめちゃ無理やりアイドルもってなるほどね。ちょっとわかんないけど、ラッパー、ラップでもラップできるのすごいなってめちゃめちゃ思うけど、皆さんはだってあれなのかな、前も言ったけどやっぱ48グループとかっていう、何、その48グループとかその46さんとかのなんか界隈が好きな方が多いかな。なんかリップすごい薄く見えるアイドルもちろん大好きです。お、いいですね、ナイスナイスです
ナイスです。ぜひアイドルも即興ラップとかね行きますよ。すごい。じゃあぜひ握手会で即興ラップ見せてください。ぜひピエンさんのピエンさんって勝手にあだ名つけちゃう、名前呼んじゃいけないからなんて言ったらいいかわかんないけど、ぜひ即興ラップ見せてください。そう、それでねゲームをしたのに、あのゲームがなかなかうまくいかなくて、そう2月上旬に行った沖縄キャンプ限定 T シャツ着てミクロに会いたい。何それ、限定 T シャツなんてあるんですか？あ、お花ありがとうございます。お花っていうか花束ありがとうございます。よそ、目つぶって止まってる、それは可愛くない、それは可愛くない。よそ、今も止まってますか？動いてたら動く、止まってる。今も止まってるかな。動いた？あ、動いた？動きましたか？私動いてる動いてる。だからいつでも可愛い。そんなことないよ。絶対今止まってる顔ブサイクでしたよね。ちゃんと見えて、あ、本当ですか？よかった。よかったです。なんか、よかった。今日もミラクルで、そう、マックのリップを最近使ってるの。この、なんか、このリップ。スカーレットっていうね、めちゃめちゃなんかね、あれなの。こんな色。めっちゃ赤なんですけど、このマット系のリップを私はつけてる最近配信では。そう、ティントがねちょっとなくなってっちゃって、そうめっちゃかっこいい系。この何？こんな感じ。初めて見に来たミクルくんのルームフォローするミッション達成、まるでいいマッシュ。ぜひ皆さん私のこと拡散してくださったら嬉しいです。こんな子だよって。その代わり、そう、なんか皆さん拡散してくださるときにちゃんとあの私が言った通り、あのブログの写真で拡散をしてくださってるから、あのとてつもなく助かっております。限定品、わかんないんだよね、これ限定品なのかな。でもめちゃめちゃいつものマックとは違うパッケージといいますか感じなの。コスメってどうやって調べてる？雑誌とか。うん、調べてるっていうか、なんか友達とかの影響もあったりとか、おすすめだよって教えてくれたりもするんですけど、かっこいいんだよね。かわいく見れてます、ありがとうございます。何も止まってなかったよ自分。あ、本当に良かったです。ちょっと待ってね、皆さんのコメントがね流れちゃってた、ごめんなさい。改めて見るとミクロの髪の毛伸びたよね。そう、でももしかしたらなんか多分次のアーシャで、もしかしたら一番最初のアーシャみたいに短く切らないといけないかもしれない。やだよわかんない、多分この長さでいけたら私この長さでいきます。最新のブログの写真めっちゃ可愛いよ。そう、あの何だったっけ、あのチーク菓子作った時にお団子した時の写真ですね。めっちゃ迷ったんですけど、あれにしました。最近気になるコスメとかあるの？最近気になるコスメは、最近気になるコスメはねないけど、あの香水ならある。気になってる香水というか、あの香水に名前入れられるんですよね、あのジルの香水で。そう、だからそれはちょっとあの自分も名前を入れてみ、入れたいなと思って、ミクルって。アーサ結構、そう、アーサね結構短い。
なんであれ短くしちゃったんだろうなんでだろう。なんかその愛車のために美容院に行ったんですけど、なんで切ってしまったんでしょうかね。あ、髪の毛の色的にちょっと清楚に見えるように、確かちょっとあれだった、なんか下の方とか傷んでたのもあって、確か短く切ったんだと思います。多分ピクルンって名前入れられないと思うし、あ、そうそう、だから何ジルのリップも名前入れられるんですけど、なんかちょっとリップに名前はと思って、なんか香水だったらお部屋に飾っておけるからいいなと思うんですけど、なんかリップに自分の名前を入れるのはなと思ってやめちゃったんですけど、改めて見るとミクロンってめっちゃ可愛い、ますます可愛くなって、ありがとうございます。こんなメイクの状態でそんなこと言っていただけるなんて嬉しいですそう、本当にまあ、5月中はなるべく食事制限をきちんとしようと思ってて、そうそうそう、特にだからもう炭水化物とかはもうなんか、そう、私このイレブンプロマックスの機種を使ってるじゃないですか。で、イレブンってその3種類ほど出たじゃないですか、イレブン、イレブンプロ、イレブンプロマックスで。で、お友達がその携帯が壊れてしまって、そのイレブンのプロを注文したんですね。で、届いてそのケースを注文したんですけど、それを届くまでその100均とかに売ってる透明ケースにするって言って、で、それで透明ケースを買いに行ったんですよ。そしたらね、イレブンプロなのにイレブンの透明ケースを買ってしまって、で、はめたらもちろん入らないじゃないですか。で、イレブンとイレブンプロって結構大きさ違うんですよ。イレブンの方が大きいんですけど、それに気づかずに買ってしまって、で、変えてもらったんですよね。で、その後にだから今日ですね、今日注文したケースが届いたんですけど、届いたみたいなんですよ。なのにそれも機種を間違えてて、イレブンプロなのにイレブンのケースを注文してしまって、しかもそのケースに自分の名前を入れてしまったから私の名前でイレブンプロじゃない、イレブンを使ってる子いないのかなって言ってたんですけど、なかなかそんなことあるとは思えないじゃないですか、同じ名前で、しかもその機種を使ってる子なんて。だからなんかどうしようって言ってました。機種間違えちゃった、また間違えちゃったって言ってた。もちろん体調崩さないように、さっきは、今日はなんかお味噌汁、具のないお味噌汁は結構いいみたいで、だからお味噌汁にお湯多めで薄めのお味噌汁を飲みまして、で、さっき無糖のヨーグルトにマヌカハニーをちょっとだけ入れて食べて、そうそうっていう感じでした、今日は。で、お水を本当にちょっとってぐらいの量を頑張って飲みましたけど、本当に辛いです、お水。まあ、後でクラップダンスしたらまたお水がね、飲むと思うんですけど、本当に嬉しいけど、多分顔とかはちょっとありがたく、ちょっとはまあ多少はシュッとしたかなと思うんですけど、足がねやばい、頑張らなきゃって感じ。無理しないで、ありがとうございます。こんばんは、今日は受験勉強と課題提出のために学校に登校して、追加課題をもらって課題やってきました。お疲れ様です。受験勉強も本当にお疲れ様です。なんか昨日ね、テレビでアメトークを見てたんですね。で、その時に運動神経悪い芸人の後に、その頭いい方の企画をやられてて、なんかすごい、自分は何、中学受験も高校受験もしてないから、なんかすごい、大学受験もそうですけど大変なんだなってね、思って、大変なんだなっていうとな、すごいあれですけど、なんかこんなに思いをしてやってるんだなっていうことをよりなんか知って、そうだから本当に頑張ってください。でも適度にちゃんと睡眠はとって、本当に頑張ってね、頑張ってくださいね、面白かった、眼帯ですよね眼帯の、
でもあの授業のノートの取り方ってあるじゃないですか。私別にあんなあそこまでペンを使って別に書いたりはしないんですけど、なんかぼーっとしちゃうんですよね。私ノートをきちんと書きすぎて先生の話を聞けないんじゃなくて、たまに無性にぼーっとし始めてなんか遅れちゃうことはある。なんか急にぼーっとし始めちゃうんですよ。なんか外を見ちゃうとか、なんか突然何か考え事をし始めちゃったりとかするっていう感じだから。でもなんかそう、先生に当てられた時に答えられた時はちょっと安心しますよね。野村美和さんも毎日食べたもの、何食べてらっしゃるんですか。すごい細いじゃないですか。もう同じものを食べたら痩せますかね。でもなんか違う、イレブンで紫色パープル可愛くないですか。私ね本当はイレブンのパープルにしようと思ったんですけど、イレブンがなんかカメラが2つだから3つの方がなんかカメラの何機能がいいみたいだったからプロにしちゃったんですけど、まさかの推しがイレブンの黄色使ってて、でその推しと同じグループの一人がパープル使ってて、可愛いと思って、やっぱりパープル可愛いなと思ってね、使ってらっしゃいましたよね。うんうん、可愛いなと思った。だからパープルでねカメラが3つだったら絶対買ってた。パープル、私今黒なんですよ。だから黒だからね、カメラも黒だから、なんかしかもケース今つけてないしね。だから集中が切れがちね。そう、切れちゃう。黄色、あ、やばい、推しがカラスに狙われちゃうかもしれない。推しが、集中力切れちゃう時しかない、勉強に関しては。そのレッスンとかの時の集中力は全然、むしろ何もうやり続けてこうもっとさらにやる気出るんですけど、あれですね、勉強に関しては途中で集中力が切れてしまうっていうね。やばい、私星のこと守ってあげなきゃですね。そう、黄色のイレブン使ってて、しかも透明ケースになんかグリップタイプのなんかリングつけてて、リングっていうのはリングじゃなくてグリップをつけてて、みたいな、星どの何のグリップ使ってるの、同じの欲しいなと思ったんですけど、しかもこの間その今日見てた動画で、私がマカロンとキムチチャーハンを作ってる時の服が黄色だったんですよ。もしかして黄色好き。集中力が切れたら15分だけ好きなことしてますが、集中力がつかない、そうですよね、なかなかね集中力が続かなかったりとかしますよね。私は本当によく集中力が続かなかったりするんですけど、どうやったら集中力、でもやっぱ好きなこととかはすごい集中力がすごいじゃないですか。もう何例えばなんか好きなテレビを見てる時とかアニメを見てる時とかってやっぱ集中をしてるから、もう何無言だし、なんかもう周りのことでさえも全然気づかなかったりするけど、勉強に関してはね、そうっていう感じ。9時1分ですね。もうそろそろ配信を終わりにしようかな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。アーモンドチョコを食べると効果あると。そうなんだ。沖縄キャンプ券で T シャツはデザインがどう。そうなんだ、限定もの。チョコレートね、私なんかチョコレートすごい無性に食べたくなって、しかもなんかダイエットしてる時って普段別に食べたいと思わないものが食べたくなりません？なんか別にチョコレートなんて普段全然食べたいと思わないし、なんかなのにすごい今になってすごいチョコレート食べたくなるんですよ。とかなんかなんでですかね、本当に嫌ですね。先にスクショタイムにしようかな。先にスクショタイムにします。ちょっと髪の毛解いて。
可愛くしときますね。スクショタイムにしようかな先に。でも野球をしばらく見に行った、小さい頃というかあれだったんですけど、すごい見に行ってた。そう、家族の影響でっていうか、影響っていうか、なんか小さい頃はよく名古屋ドーム行ってましたね。そう、え、あのなんかこれ、あ、違う違うことしてたらめっちゃ恥ずかしいけど、でもね、野球は私ルールわからないから、あの見ててもね眠くなっちゃうんですよね、小さい頃。多分今もね全然ルールわかんないから、あのサッカーはまだ、まあ、授業やってたのでわかるんですけど、野球はルールがわからなくて、そうっていう感じ。アンニョン、アンニョン、アンニョン。そうだから野球はちょっとねルールがわからない。なんかホームランホームラン打ったらすごいでしたっけ。なんかでももう野球はなんかやったんですよ、授業かなんかで、ね、小学校の時に。なんか名前はちょっと出せないんですけど、あのパパがあの野球選手の子が何人か周りにいるんですね。そう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 、だからパパのあれなんですけど、その名前はちょっとあれだけどいるんです。今日も綺麗、ありがとうございますありがとうございます。そう、あ、待って、こっちでコメント見るんだった、ちょっと待ってね。サッカー選手もあれなんですけど、サッカーはねまだルールわかるまだわかるルールは。わざわざ、あ、合ってる、お、よかった、わざわざ野球の話してくれてありがとう、ファンも伝わります。そう、なかなかちょっとね野球わからないけど、ママの弟がね野球をやってて、そう、野球は得意、パパはサッカーが得意、私はどっちも得意じゃないそう、だからママの弟が結構野球連れてってくれてた、うん、だけどちょっとルールがわからないからね。でもジャイアンツファン、ファン？ジャイアンツです。私はちょっとわからない、ちょっとチームもわからないけどそう、あ、でもこれいいみたい、いいみたいですよこれ。え、これなんか指一本ずつやってる人いません？やばいよねこれ、やばい。そう、集中力ね、私はあんまり集中力続かないことが多いけど、そう、え、でもドラゴンズが名古屋ですよね多分。皆さん野球好きですか？でジャイアンツは東京ですよね。生でそう見に行ってたんですけど、自分はやっぱ小さい頃っていうのもあって全然なんかあれだったけど、うん、薬指が難しいよね、薬指、あ、これは難しいですね、あ、これは難しいなんかジャビットくん、そのキャラクターのなんかね、ハッピーとかカチューシャつけてた、その時自分全然あれなのになんかつけてたそうそう、勉強わかんないんだけどね。だからあの私はちょっとどこのチームを応援してるとかではないのであれなんですけど、なんか3日間続けていったりとかしてたんですよ。まあ、本当に付き添いみたいな感じになってしまうんですけど、なのに毎回カチューシャをつけてハッピーを着て、なんかこんなになんか丸い筒みたいなの持ってました宮城県生まれ、岡山もそうですけど、福岡のチームが好き。それは何なの、みんななんかその
強いから好きとかなんですか、どういうきっかけでそのチームを好きなんですか。ちょっとわかんないけど、なんかスポーツはねあれなんですよね、わからないです。待って、スクショタイムするって言ったのに全然スクショタイムできてない。スクショタイムしますね。ぜひスクショタイムしてください。なんだろう、できたかな、スクショタイムできましたか。できたかな、どうだろう。かゆい、どうだろう、かなりかべ、やっぱり。ああ、なるほどね。そうなんですね。なるほど。もちろん複数じゃなかった。ああ、そうなんですね。なんか結構出身とかあるんですね。どこどこ出身だからどこどこが好きみたいなあるんですね。なるほど。スクショできたかな。待って、スクショできました皆さん。スクショできたかだけよかったら。そう、でもなんか自分の配信を見てくださってる方のなんか割合みたいなのがすごい知りたいなと思って、なんか近々アンケートでも出そうかな。ちょっと待って、アンケートでも出そうかな。ちょっともうなんかクラップダンス30分するのが怖いですね。もうまあちょっと嫌だなって思うけど頑張ります。でも本当にクラップダンスを食べ過ぎちゃった日とかの次の日にクラップダンスすると、まあなんていうんですかね、別にそれは何、そのダイエットとは言えないかもしれないけど、その体重が落ちたことで一応安心もするじゃないですか。だから本当なんか食べ過ぎちゃってどうしようって思ったら、クラップダンスをしたら体重は落ちますよ皆さん。なのでぜひクラップダンス30分してみてください。私は今のところ5月中はもう一回ちょっとクラップダンスを続けようかなって思ってるので、そう頑張りますっていう。怖いんだもっと。いやでもね、やっぱりダイエット、まあ運動ってその好きだったら楽しいと思うんですけど、まあ基本的にはね、ちょっと前髪がじゃないですか。楽しかったらね、それはねいいですよ。だけどやっぱこういう辛いっていうか嫌だなと思うことでもしないといけないので頑張ります。嫌だけど本当はもうしたくないけど、なんかもう全力で一回一回やってるから、もう 4,5 回目ぐらいになるとちょっとなんかもう足が痛くなってくるというか、何なんかもうちょっと辛くなってきちゃうんですよ。で最後の8回目9回目ぐらいになったらもう一回ちょっと本気を出すんですけど、途中でちょっと辛くなっちゃう本当に。けど頑張りますね。本当はなんかウォーキングとか、本当にこの間も言った通りウォーキングとかの方が楽しいかもしれないんですけど、なんか結構あれ、なんか私もクラスターね、曲聞くのがね、日課になればね、でも本当になんかもう2週間以上してて日課になってほしい。2週間以上もやってるから、そろそろ日課の1個として。でもお仕事始まったりとかしたら30分クラップダンスはちょっとする気はうせちゃうかもしれないけど、もうダンスで足がパンパンになっちゃうってゆくらいになっちゃったらあれだけど、なんかもう本当になんか逆にちょっと本当にちょっと言い方悪くなっちゃうけど、クラップダンスをするんだったらもう本当にバカみたいなテンションでやった方がいいかもしれない。体を動かした方がいいじゃないですかクラップダンス。だからなんか別に動画通りに別に動かさなくても、なんかもう本当に何もう無駄にもうなんか無駄に動いた方がいいから、そう
でも本当にだからテンションを上げて上げてやりましょう。もう本当もうこんなめっちゃ動き変な人になっちゃったけど、もう本当にもうこんなになってやった方がいいね。えレッスン始まってくれたらそっちで体動かすことができるからさ、そっちの方がいいけど。そうこれ本当にこんな動きあるんですよ、こうやって無駄にあのテンション上げた方がいい本当に。好きな曲でね、好きな曲でアレンジできたらいいけど、本当にやだ。でも本当にこれでなんか別に体重も落ちなかったらなんかもう本当に多分本当に何もやばいくなっちゃう、悲しくなっちゃう。だから落ちてほしいな体重は。食事制限してクラップダンスもしてるのにもう体重が落ちなかったらもう辛いです。もう私は一生ダイエットできないのかなって思っちゃう。わかるわかる。どうしたらいいんだろうとりあえず5月中は食事制限と、とりあえずもう炭水化物はもうなしということでレッスン してなんかモチベ上げたいですね。今はなんかショールームとかだから、そうそう、こうレッスンして何ダンスしてこうなんかもうなんかお仕事してると言いますか、なんていうのかな、なんかうん今はなんかもう普通にただお家で過ごすのみだからあれなんですけど、そう30分、なんか結構さ最初は30分あっという間って思ってたけど、全然なんか最近はえまだ3回目みたいなレベルそうだからスタイルね。でもなんかもうスタイルいい子たちがどれくらいのホストかわかんないし、その他人から見てスタイルってあるじゃないですか。結構なんかこの子はこのスタイルいいとかもあればなんかそれぞれあるじゃないですか。だからもう何どうしたらいいのって感じ。前向きに頑張ります。私はすごいネガティブになってしまうので基本ネガティブ思考だからポジティブに頑張ります。うん、頑張りますね、まあ、その後は体感してって感じ。そう頑張りますわ。お腹空いたけど、でもお腹空いてる時が一番何痩せてる時だからいいんですよ。空腹時は逆にポジティブに考えて、今痩せれてる、私は痩せれてるんだポジティブに考えれば多分大丈夫。ポジティブに頑張ります、前向きにね。そう昔から、うん、昔からネガティブ基本、うん、なんか変なところでネガティブ、ポジティブに考えて口では言ってるけど内心めちゃめちゃネガティブだし、うんです、いろんなことに対してね。そう基本ネガティブですよちょっと待って、やっぱ前髪伸びちゃったかも、なんか目にかかっちゃうから切ります。体幹も筋肉なんだろう、何々しちゃう系なんだろう。頑張ってありがとうございます。なんかいろんなことに関してネガティブ、基本的になんかダイエットもネガティブだし、なんかお顔に関してもネガティブ出ちゃうし、いろんなネガティブあります本当にだからそうネガティブ思考やめた方がいいんですけど、やっぱ悪い方に悪い方に考えちゃうから。体幹ね頑張らなきゃ、一応まあ5月中は一応ちょっと本当に頑張ってみて、ちょっとそれでもあれ自分に合わなかったらちょっと6月からまた別のダイエット考えるね。握手会ですよね、握手会始まってほしいですよ。うん、ちょっと一番難しそうな握手会ではあるけど、ちょっと握手会とかが始まってくださって皆さんと直接お会いできたらなんかなんていうのかな、自信が少しつくのかな。でも
え、わかんない、いるかな、ポジティブの10期メンバーって。わかんない、わかんないけどわかんないけど。でもレッスンの先生にあの加藤由依ちゃんがなんかすごいポジティブって言われてたのは覚えてる。すごいあの子はポジティブだからって。でもわかんない、みんなポジティブなのかもしれないし、みんなわかんない、それはわかんないけどっていう感じです。待って、今もう9時20分になっちゃう。そろそろ配信終わりにしますね。ミクランコールはね、めちゃめちゃ聞きたいめちゃめちゃ聞きたいかな。でもなんか6月はなんか無観客っていう風になんかテレビでやってたんですよね。わかんない、どうなるかわからないけど、っていう感じ。こんばんワッフル、こんばんワッフルこんばんワッフル。ラップバトル仕掛けてくるかな、え、私にかな、私にラップバトル。すごい、でもラップできるのはすごいなって思いますね。え、そう、私そう今日前すぎたかな、配信なんか前すぎ前すぎたかな、どうだろう。信じて待ちましょうね。今年にはちょっと皆さんに応援できる機会があったらいいなって思いますけど、どうだろう、ちょっとどうなるかはね、わかんないけど、皆さんもちょっと待っててください混ぜてください。そろそろね、配信終わりにしようかな。そろそろね、配信をね終わりにしようと思います。ずっとありがとうございます、待っててください。そろそろね、配信をね終わりにしようかな、よいしょ、終わりにしたいと思います。今日は水曜日、今日は水、ん、今日水曜日ですよね、今日水曜日、今日毎日ありがとう。あ、本当ですか、よかった。なんかこんなちょっと今日髪の毛があれでメイクもあれだったんですけどありがとうございます、ありがとうございます。皆さんもゆっくり休んでください。声をムカの声で、ああ終わってしまう、そう終わっちゃう、クラップダンスしてきます。明日は、明日木曜日早いね、明日木曜日早いですね。ありがとう、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますありがとう、ありがとう、皆さんありがとうございます、こんな見てくださって。今日は7時40分ぐらいかな、配信始めたかな、あっという間ですね、ありがとうございました。またメールあげます。ちょっと写真がねちょっと最近ないからちょっとあれなんですけど、ちょっと頑張って可愛い写真を選んできます可愛い写真選んできます。おやすみくん、おやすみくん。じゃあ20分過ぎたから終わりにしようかな、終わりにしたいと思います。スクショタイムもしたい、スクショタイムもしたので、じゃあ終わりにしようかな自撮りで、そう自撮りでね作った方がいいよね。ちょっと最近写真がないんで、ね、ちゃんとメイクできた子、最近メイクしてないから、またあの公園とかで撮った写真載せようかな。でもまだあるんですよね、写真何枚か。そうだから、こんばんは初見さんこんばんは、来てくださってありがとうございます。ちょっともう終わっちゃうんですけどよかったらまた次の配信フォローして見に来てくださったら嬉しいです。ごめんなさい来てくださったのに。
またね、またね。あ、待って、終わりにしますね。皆さん見てくださってありがとうございます。3013人の方見てくださって本当にありがとうございます。そこをなんとかそこをなんとかなんですけど、まあ、結局ちょっとねあれなんですよね今日は。あ、あ、待って、また名前言いそうになっちゃったおって言って名前言っちゃいそうになっちゃった。待って、そこをなんとかって言われちゃったんだけど、であと2分だけ。クラップダンスしたりとかね、いろいろしないといけないとね遅くなっちゃうんですよ。そう、ゆったりと休む、ありがとうございますみくのいいところ、そう、せっかく見に来てくださったから、初見さんが、そう、あと2分だけそう、ありがとうございます初見さん、あれ見てくださってありがとうございます。そうそうそう、なんか終わろうとした時とかにね、いつも来てくださる方とかが来てくださったりとかすると、あーってなっちゃうそうそう、ありがとうございます。だから25分になったら終わりますね。25分になったら、大丈夫でしょ。もうね、クラップダンスして体感してお風呂入ったらもうすぐ寝ちゃう、眠くてすぐ寝ちゃう本当に。でも最近なんか早起き、早起きっちゃ早起き、早く起きれてる気がします。そうそう、皆さんもゆっくり寝てくださいね。そうそう、よし、オッケー。でも最近本当に全然なんか早く寝れてる、早く寝れてるってか早く寝てるから全然ね元気なんですけど、本当にね、クラップダンスしちゃうとね、すぐ寝ちゃう。健康第一、皆さんも健康第一なので、暑いからね、今、涼しく過ごしてくださいね。そうそう。もう24分だからもう、じゃあ終わりますね。さっきから終わりますねって何回も言ってる。皆さん、本当に最後終わります。3090人の方見てくださってありがとうございました。よかったらまだフォローしてないよって方がいらっしゃったらフォローしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。ハッシュタグみくるんるんるんで拡散などしてくださったら嬉しいです今度こそ、おやすみくるん、よかったらフォローしてください。おやすみ。